反選手会同盟は自分たちのポリシーである道着を負けたら脱がなくてはならないということになります。佐久間さん、はい、つまりどちらかのユニットが、まあ、この一戦でなくなるということですね。そうですね、戦いですから、これはね本当にお互いに負けられないですよ ね。全く毛色が違いますから ね。どちらのユニットになるかによってそれぞれの、ね、こう立ち位置生き方っていうのもね変わってきますよね。明るくて陽気なムードメーカーの米ですが、そのルーツはバトラーズ、バチバチのバトラーズからノアにやってきた男であります。ラリアット、おお、2人とも倒れない。ここでこの勢いを止めたくない谷口、引くに引けない戦いになります。しかしそれは井上も同じこと。お、井上がつま先を踏みつけています。姑息な手段に出ました井上雅雄、しかしそれを強引に黙らせる谷口ボディースラム。お、斉藤も上げた、上に投げつけていく。さあこれは陽気なステップ、ファンキーエクスプレスが合体していくか。井上雅雄に狙いを定める、ヨネのエルボー、そして谷口のヘッドバット。猛攻にさらされています井上、谷口のハンマー、スレッジハンマーは斉藤はカット。10分が過ぎました。谷口が、さあヨネが今斉藤を場外で抑えています。谷口が仕留めるか。おっと井上がスクールボーイ、これがありますから ね。 そうですね、油断も隙もありません。お、チョークスラム、これも巧みに逃れていく井上が、お、勝利を確信してスモールパッケージ、泥臭く丸め込んでいきます。お、もう一発、執念で固めた、入らない。やっぱりこれが怖いですよね。ちょっと井上背を向けてしまっている。あ、お、しかし動きを組みています谷口が、チョークスラム、どちらが生き残るか、どちらが吸収されてしまうのか。谷口がラリアット、渾身のラリアットでわーっと返した井上。しかし谷口攻撃の手を緩めない。おっと、拳を突き上げ、スプラッシュ、決まった、これは決まったでしょう。ダイビングボディープレス、谷口勝ちました。佐藤さん、約束は約束なんで、今日から、いや今からファンキーエクスプレスとして一緒にやりましょう。斉藤たちが道着を脱ぐことになります。俺も男だ、野球が守る、ファンキーになってやるよ、ナマサー。斉藤が潔く敗北を認め握手を交わしました。さあセミファイナル、いよいよ始まります。 GAC ジュニアタッグ選手権であります。やや表情が硬いように見えます。初めてのタイトルマッチ、さあ先輩の原田を制して、まずは先発俺が行きますとゴングが鳴りました。宮脇は2月の武道館大会も無念の欠場と厳しい現状が続いていました。その鬱憤を晴らすかのように自ら先輩に直訴し、ジュニアタッグ挑戦のチャンスをつかんだわけであります。まあ今コーナーに控えている原田も、宮脇が気持ちを前に出すのを待っていたと、まあ、言っていましたよね。しかし小川と早田がここは2人で連携していく。おっと宮脇が返して、おっと2人をドロップキックで場外へ。さあ2人でプランチャー、まあ、都合およそ10ヶ月ベルトをキープしています。さあここ、おっとステップ DDT、 そして決めるロック、得意の腕絡みに行きます。さあこの早田の腕は前哨戦で必要に攻めて破壊しました、うん、そうですね、さあファンが、後楽園ホールのファンが手拍子で後押しする。宮脇いけるか、ミサイルキック、おっとハウハッチスープレックスホールド、うん、新しい技を見せました。ロペ飛ぶ回転エビ固め、早田を丸め込んでいく原田が、おっと、これは原田のアシスト、どうだ、左腕、宮城はもう腕狙ってってもいいかもしれませんね。そうかもしれませんね、腕一本か。しかし、あ、早田が、ポーカーフェイスの早田がちょっと苦しい表情を見せています。腕攻めが効いているか、
宮脇が腕を離さずにエルボーを張り手、お張り手を見舞っていきます。早田の心を折りに行くか、お両手を掴んで投げ打った、そしておなんだこれは、両腕を巻き込んで十字になっています。結構決まってますねこれ。これ右腕が動かないですね、右腕も動けない。あ腕が伸びた、腕が伸びた、宮脇行くか、これは厳しいですよ。さあ初挑戦で初体感見えてきたぞ、見えてきた。あと原田が小川の侵入を阻止する、小川の侵入を阻止する、これはカットが欲しいですよね。あ腕が伸びた、早田がギブアップしない、早田がギブアップしない、腕は完全に伸びている。あ早田どうだ、さあ小川は入れない、小川は入れない、しかしあまた腕を伸ばしました。いけるか、ああ原田がしっかり抑えてますね。原田がさあしっかりアシストしている、あとは宮脇仕留めるだけだ。早田どうだ、あ苦しい、あ耐えています。早田ギブアップしない、技は決まって、ああ小川です。さあ原田がもう一度いきますか、宮脇に託した。まだ何かあるかもしれませんね。あ早田がシュミット式のバックブリーカー、長い試合になってきた。早田がおムーンサルト飛んでいく、宮脇気持ちで立っています。あ持ち上げた403インパクトの体勢こらえました。おっと早田がフィッシャーマンに切り替えた。だいぶ2人とも疲れています。早田が腕を踏みつけて、手のひらを踏みつけて、おっと、あきつい、これはきついですね。これはえぐい関節技、ご覧ください、これ両腕が決まっています。あ宮脇がここはギブアップ。野沢と日高が上がってきた。次はお前らや、次はお前らだと、おっと野沢たちが奇襲攻撃を仕掛けていく。宮脇のような若造のようなわけにはいかないぞと言わんばかりのこのベテラン2人のアピールであります。さあ金剛が隊列を作ります。中央にはもちろんこの男剣豪、その前に野獣が立ちはだかった。仁王立ち、藤田和幸が仁王立ち、ゴングが鳴りました。さあ2人は睨み合いであります。この睨み合い、ファンの脳裏に浮かぶのはちょうど1年前の3月 EH ヘビー級選手権藤田塩崎戦、おっとその30分睨み合い、その再現かと思いきや剣王から仕掛けていきました。剣王から行きましたね。そうですね、ラリアット、まあ、やっぱり剣王はね、自分の蹴りからリズムを作っていかなければいけないと思うので、先に行っていいと思いますね。なるほど。さあ剣王闘魂にたどり着きました。剣王の最強ロード、勝てば最強へ一歩近づきます。剣王の右足一歩動きました、ちょっと距離を詰めましたね。しかし藤田和幸は岩のように動かない、岩のように動きません、剣王が詰めていきましたね。そしてそれにこうするように藤田も一歩踏み出した、2人が距離が縮まっていく、2人の距離が縮まる、おっとローキックタックルに来ました、タックル見切っていました。さあもし藤田が取ればヘビー級の勢力図大きく塗り替わります。剣王は7度目の防衛戦、藤田がレスリングならこちとら日本拳法、おっともっと来いという藤田、いやー気持ちが今日は違います。全部受け切ってやるという藤田、ああしかしいいところに入っています。野獣が耐えます。おおもっと来いと50歳藤田男を見せます。しかし剣王も容赦しない。ここはチャンスです。剣王チャンス、剣王チャンス、しかしああ野獣ラリアット、そうサッカーボール危ない。藤
エルボーの重さが増してきてますよ。前下気持ち強いですね。張り手、しかし剣豪も負けないですよ。負けない、張り手張り手。あ、これはさすがに効いたか。あー張り手、あー剣豪危ない、小出しになった。うわなんだこれは。これは食らったら危ないですよ。しかし剣豪最強ロードはこんなところでは終われない。そのハイキック、サッカーボール、ちょっと距離ありますが、これ当たれば強烈ですよ。とした、藤田がかわした。そしてタックル、ただのパワーボムではない。おー野獣ボム、危ない、蹴りきますね。サッカーボール、2発目決まった。もろに顔面、藤田勝利を確信。いったただ俺は強い藤田和幸と俺は戦いたい。おお、ちょっと待って、これは戦うという藤田和幸の意思表示か。